やっていきましょう。第1回ハザラシお絵描きの時間が始まりましたね。始まってしまいましたっていうか、まあまあまあ、もう自分で撮って、しかもね、あげた人はまあ再生ボタンを押して再生してるわけだから、始まってしまいましたこともないんですけど、まあ、あのね、いつもね、ゲームの実況してます、アザラシです、ゲームの実況してるんですけども、ちょっと上げたね、お絵描き系の動画がね、割とお絵描き系じゃないんだな、絵描くツール支援みたいな動画、90秒ドローイングってやつが再生数割と伸びてる、ああいう動画上げてるのにもかかわらず、ね、まかり間違って、このユーザーはどんなものを上げてるんだろうって見たときに、ゲームの実況しかしてないんじゃ恥ずかしいだろうということで、今回はですね、それを取り繕うがごとくやろうかなと思ってます。アザラシお絵描き講座でございます。どうも。パーソナリティのアザラシです。実況者のアザラシです。実況していきます。お絵描き実況していきます。今回ですね、何をしようかなと、まあちょっと考えたんですけれども、まあね、第1回だから第1回ぐらいちゃんとしたのやろうかなと、まあ、夜寝る前のね20分間を使って、ゲームをしてもいいけど今日はちょっと絵を描こうかなと思っております。まあね、いろいろ考えたけど、まあ、まずはね、お絵描きの初歩、どうやって色をつけて、どうやって線を描いて、どうやって色をつけていくかっていう、その2つ、どうやって線を描くか、どうやって色を塗るか、この2つにその焦点を当ててやっていこうかなと思います。使っているソフトはギンプです。まあ、なんでギンプかっていう。なんでギンプか。まあ、一言で言ってギンプはタダだからですね。無料だからですね。無料なんですね。ですんでね、誰でもインストールして使うことができます。うん。なんでね、まあ、気楽にパソコン持ってる人は入れてみたらいいと思います。ただ、ペンタブは必要だけどね、書くのにね。そして、ペンタブ入れて、まあ、ちょっとちょいと設定して、そしたら使えるようになると思います。使っているソフトは GIMP で、バージョンが結構大事なんですよ、GIMP はね。2.8.22 を使ってます。まあ、この 2.8 の後ろが最新であれば別に、一応大きい数字であれば何でもいいんですけど、3.0 はね、今のところあんまり使わない方がいいような気がする。まだ日本語ローカライズというか日本語化されてないんでね、このフィルターのあたりが全部英語だったり、このね、モードのあたりもまだ英語だったりするんでね、確かにモード増えてるんだけど、日本語の 2.8 を使った方がいいと思います。あと、GIMP の非常に良い長所だったグラデーションのツールがね、ちょっとね、3.0 じゃ、ちょっとまどろっこしくなってて、2.8 まではこういう風にね、ポン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 と、ね、グラデーションをたくさん作ることができたんですけど、これが一回一回こう大きさを調節できるようになって、そのスピード感がなくなったんでね、それがちょっと気に食わなくて 2.8 を使い続けてます。いいでしょう。 2.8.8 でした。 2.8 を使ってます。で、まあそのかなりね、ギンプ歴長いんでね、まあしゃべるギンプを語らせたら、まあ、俺でしょうよっていう。俺でしょうよっていう。だって、ギンプ使ってる実況者なんて多分俺しかいないよ。ゲーム実況してて、なおかつギンプ使ってるやつって俺しかいないよ。だから、多分俺でしょうよってことですね。世界で一人かもしれない。日本語で。ギンプ実況ができるのはね。っていうことですけども、ギンプのね、まあ、いろんな角、まあ、線、ブラシとかもいろいろあるんですけどね、おすすめのブラシはこれ。この四角いやつ。これ、ぐしゃぐしゃっとかけるからおすすめ。ぐしゃぐしゃっとこうかけるからおすすめ。あと、非常にいいのはね、この、なんじゃこりゃ。これもいいね。違う。これがいい。このね、この、てん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 ってなってるやつ。これ。これがいいんですね。これはですね、大きくしようか。こんな。こんないっぱいいっぱい線が集合してるやつ。これ紙にこれをやるとね、立ちどころに紙のこう何ストロークもしたんだみたいに見えるからね。え、これこのここのポイント100回ぐらい線引いてねみたいにできる。これおすすめ。ぜひおすすめのに使ってほしい。という、まあそれはどうでもいいんだ。それはどうでもいい。あら、戻るがねえぞ。戻るが
あ、普通にコントロール Z か。インプなんですけど、まあ、昔から、これ消すのめんどくせえな。初めから C を作ればいいんだ。まあ、昔からのソフトなんで、まあ、どの主線を使うかもあるんですけど、お気に入りはこのインクを使うのがいいと思います。まあ、鉛筆とか、ペンとか、ブラシとかあるんですけど、この辺のやつらね、濃淡が出たりするんですね。あと、まあ、詳しいところでは動的特性なんかでいろいろこういじれたりするんですけどもね、これあんまりいじるとね、いいことにならない。いろいろできるんだけど、いろいろここ使いこなせると大したもんだな。だけど、まあ、いじんないの方が楽です。こっちのね、このインクってやつが使いよいです。まあ、線を描くのに何を使うかって、これを使うのがいいと思います。こういう丸っこいのもいいんですけど、これはね、とても線にならない。線としてあまり採用しない方がいいものだ。これは特にブラシの方は自分の設定でだからそうだと思いますけども、濃淡のみにしてるんで、線の、筆圧感知によって、小さい大きいを出さないようにしてる。これはまあ塗るために使うからね。で、鉛筆の方なら少しながらは、鉛筆もこうしてるな。その、筆圧をブラシの大きさに変えてないんで、この辺のあれを変えたらなるんですけど、自分はしてないな。筆圧によって濃い、太い、細い。筆圧によって太い、細い。これ時に大事なんですけども、まるで筆圧を、そのポイントがまるで筆圧を出すのはあまり味がないと思ってしまうので、このね、ちょっと傾けるっていうのをやると、書き味が人間の線っぽくなるのでおすすめです。ちょっとこう傾ける。これなんでこっちの方向に、こう45度でもなく、ちょっと傾けた線、ちょっともうちょっと倒していいな、これ。この微妙なんですね。これが自分流みたいなところがあるから、これはあまり、いじるといいことにはならない。こんなのもありますね。これは丸がいいなと思ってもらうことです。これですね、日本語の字というのは、縦が太く、横が細く、縦が太く、横が細く書くとですね、なんかかっこいい。それだけなんですね。それだけのためにこれを採用してます。ね、ちょっとそれっぽいでしょ。じゃあまあこの線で書いていきましょうか。線大事なんでね、どういった線を使っていくかというのも含めて、この線でやっていこう。ある程度太く、そして濃淡のない線を主線、主線としていきましょう。濃淡があるとですね、主線に濃淡は必要ないと思いますので、まあ、漫画とかそうですよね。漫画なんかは印刷物です。印刷物が線の細い、薄い濃いがあると、あまりその主線に、主線にそれがあると、ここは薄いし、ここは濃いしになっちゃうんで、主線はね、濃淡をつけずに線の強弱でのみで、大きい、太い、細いだけでね、つけるのがいいと思います。さあ、ここまではもったいぶって書いておりますが、じゃあどうやって線を書いて、それを、線画にしていくかというところなんですけども、まあ、一般的なのはおそらく透明のレイヤーを作り、透明のレイヤーに書いていくのが一般的だと思います。まあ、これは多分、ギンプに限らず、普通の画像編集ソフトなら多分こうすると思う。が、あんまりこれ好きじゃない。それなぜかっていうと、この線で書いたのに消すのを別のもので消すことになるんで、消し味が、ほら、消すのに濃淡が出てしまう。せっかくこういう風に、
ビシビシっとした線描いて、この、うん、なんつったらいいかな、濃淡の出ない線で、描いたのに、消すときにこうやって濃淡が出てしまっては、あまり意味がないんですね。なので、消した消しゴムの部分もできれば、消したい部分も、01ぐらいできれいに消えてほしいと。そうなったときに、この透明のレイヤーではどうもそれができない。どうもそれができない。消せないから。これまた白でこう、やると、綺麗にいくんですが、綺麗に消えるんですけど、このインクの白でいくと、消えていくんですが、消えていくんですが、こう白にしたいと、こうなると。なんですが、これは良くない。なぜならば、なぜならば、一見これならここだけ消したように見えても、ほらほら見たことかと、ほれ見たことか、黒と白が入り乱れて 見づらい、見にくい。おまけに黒と白をこう入れ替えたりしながらしてるから時間もかかる。じゃあここで自分流ですけど思いついたギンプでこのインクを使って、じゃあどうやって素早くなおかつ綺麗に線画の線を作るかですけれども、透明のレイヤーではなく白のレイヤーに書いていきましょう。こうすることによって、一つ大きなメリットがあります。それもまずギンプで絵を描き始めようと思った人の重線は白のレイヤーに書いていきましょう。白のレイヤーに書いていくというと、まあどうだな、ほい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 、まあね、この線を使うとちょっと G ペンっぽい感じのタッチが出せるので、それがお気に入りです。 G ペンっぽい、ここを濃く、ここを細くみたいなのができるわけだ。これなかなかね、他のペンにはできない。他の濃い太いを出せるんだけど、こんなにこうキビキビっとこう出ないんでね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。ほいほい、自分のキャラを描いていきますよ。自分のオリジナルのキャラを描いていきます。描くときはコントロールプラス Z のやり直すや、コントロールだけ押して、スポイトなんかを使って書いてます。まあ、この辺の設定は、パソコンによってまちまちというか、個人によって設定まちまちなんですけども、やり直すと、スポイトだけは取りやすいようにしとくのが、早く書くコツじゃないかなと思います。つまり、undo と、undo とスポイト、この2つはね、キーボードのショートカットでさっとできるようにしておいた方がいいと思います。キーボードじゃなくてなんかいろいろありますけどね、タブレットの方にボタンがあったりあるんですけど、まあ、左手はキーボードに添えとくっていうのが、ちょっとオールドタイプな書き方なんかもしれないけど、早いんでね、これがおすすめですけどね。ここはシュッと決まんない。
ここまでしっかり書くべきか。もっと SD キャラにした方がいいな、なんか。いや、どうだろうな。まあ、これ書き方講座ではありつつも、まあ、この顔に対してこういまいち正しい体の感じが作れないな。これが今見ましたか今見ましたか。黒を取ったり白を取ったりするのはこういうところに線を取ったり取らなかったりの妙が出ますね。これ野球のボールにしようと思ってて、ちょっと野球のボールにするにはちっちゃいか。こうでしょ？こうか。野球の服ってこんな感じかな。昔某 J という板に瀬戸山かなという固定ハンドルというものがいましてですね、瀬戸山かな、まあかなりの害のある両固定だったんですけども、一時期その瀬戸山かなというキャラクターを固定ハンをねキャラ化しようという運動があって、その時に結構書いてました。それがその時に培ったこの書き味が今に生きてるのかな。なんつうか大したあれじゃありませんけども、大した技術じゃないですけども、まあ何だって無駄にはならないということです。それが言いたかったのかもしれない。よし、まあいいでしょう。ちょっとグローブ小さくね。さあグローブが小さいなと思った時どうすればいいのか。大きくすればいいんです。カット、切り取り、貼り付け。これ多分もうちょっとショートカットキーを使って速くなるという気がするんだけど、これぐらいあるな多分グローブって。これぐらいある。
ただね、ギンプの悪いところは大きくしたら大きくなったままなんだよね。大きくしたら大きくなったまんま。こうか。下のレイヤーに結合だ。よし。だいぶ周りとの兼ね合いが悪くなってますが。まあ、これぐらいちゃちゃっと描きましょう。これが良くねえとこなんだよな。拡大したら、拡大するよりも回転させた方がいいね。拡大させるとこういう、ちょっと、ってなる。グローブってこんな感じかな。なんか足んねえ気がする。何かが絶望的に足りん気がする。なんだろうなぁ。まあ、このままいきますか。そんなに真剣に書くつもりなかったんで。グローブも。ここぴったり張り付いてる、なんか。布じゃないみたい。ここなんか膨らみすぎて布じゃないみたい。アナログっぽくない線が出せるなというのが、デジタルっぽくない線が出せるなというのがこのギンプのインクの持ち味ですね。初め使った時にはこれなんでこんなに使いにくいんだろうなと思ったんだけど、まあ、使ううちになんか、まあ、これが味なのかなって、味っていうのは 大切なものだろうなっていうのが大体わかる、だんだんわかるようになってきた。味って大事なんです。味がなくなったらそれはもう宇宙食になっちゃう。宇宙食は味気ないでしょっていうね。もう宇宙食にも味があるんだけどね。味のなくなった食べ物ってなんだろうな。味のないもの、オートミールかな。オートミールみたいになっちゃう。オートミールみたいな絵はダメでございます。まあ、いいという人もいるかもしれんけど、個人的にはあんまり、なんかこう、誰が描いたっていうのが、いつ描いたっていうのが分かるっていうのがいいんじゃないかなと思います。さあ、線画ができました。線画ができました。投げますというポーズでございますね。投げますと。行くぞーいと。行くぞーいと。ということで、線画です。これ結構時間かかるぞ。時間かかるぞ。こんなこと言ったら場合か。はい。白に黒で書いてるから、こういうふうなところで、白を取っては消し。ね。やってたわけでございます。もちろん、このいいとこ、いい消す。別の使い方としてはね、黒で書いては、白で消すと使い方があります。さっきの、そう、あれ使おうか、あれ。この、これ。これ。使いどころわからんわ。使いどころがようわからんわ、これ。これじゃ違うよな。これがやりたかったわけじゃないんだ。これは違うです。線画には使わないわ。やっぱり。さあ、これを線画にしたい。これじゃただの白の上に書いただけなんでね。これも一応こうするとわかんない。乗算にすると一応、ね、この上に乗っけることはできるんですけどもね。乗っけることはできるんですけど、乗算、で、白のレイヤーを乗算にして色を乗っけるっていうのをやると、ちょっと難しい話なんだけど、透明レイヤーとかなんかに色を乗っけた後、乗算レイヤーですると、このギンプって書いてある文字はどこのやつなんだ。一旦白にしますか。こうするとそうでしょ。これに、あ、こっちじゃないわ。パーツごと切り分けられなくなるというか、こういう風にします。うい、見えてないぞ。こういう風にします。これに乗算レイヤーにしてるから、この上に、ね。これ普通のレイヤーに、分かってんのかな、普通のレイヤーにすると、こうなのを乗算レイヤーにしたことによって、こうなります。が、が、
これを、下のレイヤーと合成ということをするとこうなっちゃうんですね。ここしか残んなくなっちゃう、レイヤー合成したとき。つまりこれだけのパーツになっちゃう、これだけをしか残らなくなっちゃう、これしか動かせない。一見こううまくいってるように見えるんだけど、こうしか残らないから、じゃあどうしたらいいのかなと思って、ここをちま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 削ったりしたらうまくいくのかなと思うじゃん。でもそれもちょっと方法としてあまり良くない、めんどくさい、手間がかったり。なのでおすすめしたいのは、やはりこの書いたこの白に書いたこの黒を線画にしなくちゃいけない、したい、どうすればいいのか。ここに色というタブがあります。この色というタブから色を透明度に押します。そして白を透明度にしてくれたら、はい、この通り。何が起こったかというとね、通常ですけども、モードを標準にしてもちゃんと黒だけが残るんですね。そしてこの黒だけにしておくと、さっきと同じことをやってもですね、さっきと同じようにここだけに色を塗ったとしても里なるでしょう。標準の上に標準を重ねるから、そのレイヤード棒ですとこうですね。ちゃんとここだけを独立させて、このように動かすことができるということになります。こうすると、まあいろんなね、デザインとか書いた時にもここだけ、このパーツだけで動かすことができると。さあ、じゃあ、線が終わりましたので線画部分終わりましたね。次は色を塗っていこうかなと思いますが、色を塗るのは第2回にやっていきます。ちょっと時間かかりすぎちゃいました。第2回にやっていきます。アザラシお絵描き講座第2回をお待ちください。ほなまた。